こんにちは。今回はポジションを追加するタイミングと、あとはリグイのタイミングについて、またお話をしていきます。はい、でよくもらう質問ですね。リグイのタイミングっていつが一番いいんでしょうかというのと同時に、ポジションを追加するのはいつがいいのか、っていう質問ももらうんですよね。その辺ちょっとひっくるめて今日お話をしたいんですけど、まずですね、その大前提の話がありまして、ポジションを追加する時もそうだし、リグイもそうだし、エントリーもこれはそうなんですけど、全部その大衆の逆を行くってことが大事なんですよ。その大衆シーンの逆を行くっていうことで、これは相場に対してもそうだし、対社会でもそうだし、対自分自身に対してもそうなんですよ。例えばじゃあ対社会ってどういうふうなことかっていうと、じゃあみんなの中にある思考として、なるべく楽をしてでも給料はいっぱい欲しいとかっていうのが仮にあったとしますよね。じゃあみんながそう思ってるんだから自分もそれでいいやって思ったら、それって大衆の中の一部になってしまうじゃないですか。相場で言ったら負ける側の9割に入る思考に自分も染まってしまう。だから何が重要かっていうと、常にそういうものに対して敏感になって、その逆張りをするっていう発想がすごい大事なんですよ。逆張り、常にその逆張りをしていくっていうことですよね。自分のそれは自分の感情に対しても逆張りをしていくっていうことがめちゃくちゃ重要です。大きなその流れをちゃんと掴んで、そのいわゆる大衆心理みたいに飲み込まれないためにね、自分自身がその中にあってもこうブレないようにするためには、明確な信念っているんですよ。自分が絶対これは守るっていうもの、そういう意識、志、決意っていうのが、その大衆心理とか欲望とかそういったものに流されないための、こうなんだろう、こう掴み続ける中心になるんですね、その軸というか。まあそれがね、大衆心理の逆を行くっていうことなんですけど、じゃあみんなが楽して、なるべく働く時間を短くして、でもたくさん給料欲しいと思ってるんだったら逆をやるんですよ。いや僕はそんな給料いらないんで、もうめっちゃ働きますみたいな、はい、もうこの会社のために、この会社の売り上げ上げるために、もうボーナスもいいんで、もうめちゃくちゃやりますよって言って、実際にやったら多分周りの評価めっちゃ上がるんですよね。社長からも絶対気に入られるから、上から気に入られるってすごい大事なんですよ。周りのその、まあ、こういう言い方するとあれですけど、同類の人から応援されることももちろん大事なんですけど、それも合わせてプラス上に気に入られるっていうのはめちゃくちゃ重要です。で、上から気に入ってもらえたら引っ張り上げてもらうんですよね。で、圧倒的に上からのエネルギーのが多いんで、バンって引っ張り上げてもらったらもうパンって上がるんですよ。まあ自分のその給料だったり、まあ役職だったり分かんないですよ。何かしらね。だからとにかくね、その仕事ができる人ってほぼ 100% 気配り上手なんですね。すごい。その目上の人を立てるとか、目上の人、上司の人がやりやすいような仕事の進め方をするとか、提案をするとか、そういうことにめちゃくちゃ気を使ってますよね。で、上に気に入られて引っ張り上げてもらう人は出世していくっていう、ことなんですけど、とにかくみんながやろうとする逆、反対をやっていくっていうことが、めちゃくちゃ大事です。で、あとは例えばね、エントリーするときも、ここはさすがに怖いよなって、まだ分かんないどっち行くかっていうタイミングで入る。多くの人はそこで、もうちょっと流れが見えてから入ろうってやるんですよね。じゃなくって、まだ不確定要素多いけど、まあでも、こういうシグナルが出たから入ろう、まあ、逆張りからのトレンドフォローってまさにそういうタイミングなんですよ。上に行くか下に行くか、もまだどっちの可能性もある。でもここで下に行くシグナルがその、ね、出たから戦略上入るっていうことをできると、みんなより一足早くエントリーできるんですよ。それがもうすでに優位性なんですよね。で、バーンって流れが出て、あ、みんながここで飛び乗りたいっていうところで、もう自分はリグっていうのが、もうこの逆張りからのトレンドフォローの一番の優位性なんですよ。それが、自分がそうやって、なんだろうな、シグナルに従うだけである意味できてしまうっていう。で、後から、あ、なるほど、こういう流れがまさにそういう心理状況なんだっていうのを学んでいくわけですけども、それをやっていくということなんですね。だから、リグイにしても、損切りにしても、これはポジションを増すのでも同じなんですけども、で、じゃあ、例えば実際のチャートで見たいなと思います。これは、OG ドルなんですけども、これ僕が実際に今エントリーしてるんですよね。で、ちょっとこうトレンドラインがこんな風に、まあ、引けるわけですよね。で、このトレンドラインを割ってきた場面があるじゃないですか。これもうちょっと詳しい解説は少し前の動画でしてますんで、それぜひ見てほしいなと思うんですけど、はい、この辺でもうエントリーしてるんですよ。もう厳密にもうちょい上かな。あ、もうちょい上だな。こうか。こうだから、
0.6875 とかでこの辺でもうエントリーしてるんですよね。でエントリーした後どういうチャートになったかっていうと結構揉んだんですよね。こんな風にブレイクしたと思ってもこうじわ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 揉んでなかなか下にブレイクしていかない。で大体の場合大衆心理ってどういう風に思うかっていうとこのごちゃごちゃ揉み合ってるところはまだあんまりポジションを増したくないんですよ。なんでかっていうとなんか弱いように見えるから、あれあんま下行かなくないみたいな風に思ってしまう。でもこうエネルギー貯めてってるんですよね。で買いが一生懸命戻そうとするんだけど売りの方が圧力強いから押し返されていくで徐々に切り下がっていってるっていうのはこれは実は強い証拠なんですよ。頑張ってる買いを凌駕する売りが出てるっていうことを意味します。切り下げていってるのだからポジションを増すタイミングっていうのはここなんですよ。で仮にそれで上に行ってしまったらね、例えばこの辺からこうやって売りに上に、戻されたらまあ損切りしたらいいわけですけども、でもそういう意味ではここがポジションを追加するのはベストタイミングなんですよ。ボラティリティも低いので。でまあその後、思いっきり下にこれでねこうブレイクしていってるわけですけども、大衆心理はこのブレイクしたこのドーンって下に伸びたところでポジションを追加していくんですよね。これが追っかけトレードになってしまうんですよ。追っかけトレードってその後の巻き返しで絶対戻されちゃう、あの捕まっちゃうんですよね、そこで。だからすごいこう負けに行く勝負になってしまうんですよ。本来だったらこの走ってるところっていうのは逆に利食いのタイミングなんですね。みんながあここようやく走り出したってみんなが確信したところ、この前のここのサークルの中はまだみんな確信できてない、どっちなんだろうって思ってる、そういうところでもっと勝負を仕掛けていくんですよ。でその後明確にブレイクして方向性が出た時っていうのはもう勝負は終わってるんです。そこで勝負に出る人っていうのはもう遅れてるってことなんですよ。だからそこはもう撤退を考えなきゃいけない、一旦リグーを考えなきゃいけないポイントなんですよ、すでにね。でまあそこでリグーとしたらここですね、ここ一体押したところを上に切ってきたら一旦逃げるっていう。で今少し戻していってますよね。うん、まあ、こんな感じで常に逆の発想でいくっていうことがポジションを増やすタイミング、リグーのタイミングを測っていくにはベストです。で確信、とにかくね大衆心理の特徴として確信を得たいんですよ。 100% の答え、正解が欲しい、絶対こうだろうっていうのが分かってから動き出したいんですよ。でも相場でそれをやったら絶対半歩一歩遅れて全部逆に行きます、全部往復ビンタになります。だから 100% 勝てないんですよ。だからそれを逆転取らなきゃいけないし、誰の中にもそれを確認したい気持ちはある。だからその気持ちを感じたらそれを逆シグナルにしましょうっていうのをこれまでずっとお話をしてきた。それが最高の逆シグナルなんですね。インディケーターなんですよ。明確な流れを、エントリータイミング、ポジションを増すタイミング、利食いのタイミング、損切りのタイミングを測るための一番当てになるインディケーターが、その自分の中の大衆的な部分ですよね。人ってもう本当みんな大衆的な部分とそうでない部分合わせ持ってるので、そのどっちが強く出てるかだけの話なんですよ。だから負ける9割の大衆の方にいたとしても、そのから抜けることもできるし、逆に抜けた後も戻されることもあるんですね。これって紙一重なんですよね。だから常に自分を律し続けなきゃいけないし、天狗になったりしたり落ち込みすぎたりしたら大衆心理に巻き込まれ飲み込まれていってしまうんですよ。常に自分自身を保ち続けるためにこれだけは守るっていうものを一つ掴み続けておかなきゃいけない。それが自分のトレードルールだったり、これを一個絶対反復し続けるんだ、これ以外のことは今やらないっていうふうに決めること、そして常に自分の感情に対して逆シグナルをとしてそれを捉えて実行していくっていうことを決めるっていうことですね。それを絶対守るんだっていう意識が、自分がそういった大衆心理に飲み込まれないで自分を保ち続けるためのこうバリアになってくれるっていうことなんですよね。そうやって自分を律し続けた人が長期的に生き残っていく。そしてそのためのあらゆる知恵、もう知の結晶がもうこの僕らのその日本人のその伝統の中に入ってるんですよ、ね、この前も話しましたけど、お茶をするとか神社参拝を日常の中でするとか、神棚を家に設置するとか、作法、をちゃんとね整えるとか、心身を整えるとか、そしていろんな日本人のそのこれまでの何千年も積み重ねてきた知恵っていうものが実はトレードにもそのまま応用できますよっていうことをお伝えをします。なので石川真理子先生のですね、仕事で生かす武士道っていう本だったりとか、禅と弓というですね、禅のことを、禅をその追体験していく、その外国人のねドイツ人の方が書いた本だったりとか、そういったこうメンタルコントロールの
方法、僕らに合ったメンタルコントロールの方法を実践していくっていうことがすごい重要かなと思います。それが本当に効果があって、たくさん毎日成果報告いただいているので、ぜひやってみてほしいなと思います。そういった話もまたメルマガの方で詳しくしてますので、ぜひぜひ読んでですね、試してみてほしいです。そしてまた感想とかをいただけたら嬉しいです。ということで、いいねの方してもらえたら嬉しいです。メルマガの方はですね、この画面の多分、右下あたりから登録できるようになってますので、ぜひ読んでみてほしいと思います。で、逆張りからのトレンドフォローの戦略ですね、もうこれは本当に上級者から初心者までおすすめ。これをとにかく反復していくことでトレードの基礎力が 100% 身につくっていうものになってるので、メルマガ登録するとその解説動画が届きますので、ぜひそれも見てほしいなと思います。はい、ということで、今回以上になります。ありがとうございました。